おはようございます。おはようございます。現在時刻8時50分です。8時50分。また朝早いですけど。今日も、はい、ある選手のオフの密着。オフ2人目ですね。そう、そのオフのトレーニングとかも密着させてもらいながら、はい、その選手がどういう感じのことをやってるか、はい、撮らせていただきたいと思ってます。ちなみに誰ですか？ヴィッセル神戸の酒井豪徳選手です。なるほど、はい、ここ東京ですけど、それも意味があるんですか？豪徳がね、はい、まあ、自分のジムを持ってるわけですよ。さすが、うん、自分のジムを持ってて、そこでしっかりしたトレーニングをする、はい、ということなので、はい、もうぜひ取らせてもらいたいと。なるほど、うん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。ありがとう、今日は。おはようございます。おはようございます。じゃあ、すいません、今日はよろしくお願いします。お願いします。今酒井豪徳選手が経営しているジムに向かっているとのことなんですけど、普段からオフは東京でじゃあ過ごされてるんですか？そうですね、まあその長い期間、はい、家族に使う、会った後に数日時間もらって、はい、東京に来てここでトレーニングしてるっていう感じですね。 4,5 日はいつももらってますね。あ、4,5 日ぐらい東京で。そうですね。へえ、はい、そうなんですね。いつもこう休みの終盤にかけて上げてキャンプに入るって感じにしたいんで。あ、なるほど。いつもこう休みの終わりの方に、はい、数日取ってやってるって感じですね。お願いします。よいしょ。こんな感じで。ありがとうございます。お邪魔します。お邪魔します。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。いやいや、ありがとうございます。あの、今日全然だよ。もらってむしろありがとうございますよね。こんな、いやなんか、ね、絶対見たいもんだって。そう、なんか僕もやっぱドイツから帰ってきて、うん、その少しずつまあチームでもそうですけど、やっぱなんか伝えたいことみたいなのはちょっとずつ落としていきたいなって思ってる中の一つで、うん、やっぱりどうしてもサッカー選手ってなんかこう一日練習ね、やっても2時間、うん、3時間で、うん、あの休み多いだろうとか、うん、でオフシーズン入ったらなんか遊びこけてるんやろうみたいなところって絶対あると思うんですよ、ね、でもやっぱりそれやっぱり本当にちゃんとやってる選手たちっていうのは違うっていう一面をしっかり見せたいなっていうところで、うん、で実際僕体今年この休み動かし始めたのが8日からスタは体動かしたんですよ。もう。あ、そうなんだ。そうです、まあ、ここに来てるのは、13、14から来てるんですけど。早いね。はい、その理由が、うん、キャンプってドイツだと、うん、体作る場所じゃもうないんですよ。あ、そうなんだ。体作って行って、うん、キャンプでアピールしないと、うん、出れないんですよ。だからキャンプで体作ろうなんて甘い考え持ってるやつ帰ってきたら、うん、だいたいスタートダッシュを遅れるんですよ。あ、そうなんだ。だから本当にこうあの体調管理してない選手とかは、うん、もちろん海外でもやっぱいるんですよ、うん、3キロ4キロ太ってきたやつとか、はいはい、明らかに全く走ってなかったってやつとか、うん、でもやっぱりそういうやつって本当にスタートこけて怪我したりとか、うん、ね、結局試合出れないって言って、やっぱ僕はもう1試合でも多くドイツで出たかったし、うん、絶対に自分のポジションを渡さないって思ってたんで、うん、もうキャンプから体を作り始めるんじゃなくて、キャンプにはもう 100% の体ができてるようにいつもオフトレーニングしたんですよ、はいはいはい、それは夏も冬もそうだったんですけど、うん、だって1日でしょ。はい、天皇杯終わったの。天皇が終わって2日帰ってきて1週間ないもんね。ないっすね。休んでんのはその期間だけ。ちょっと本当にこう家族と一緒にいたりとか、うん、あのゆっくり自分自身も体も心もちょっと休めるっていう時間を作って、うん、でその8日からはあの体を動かして、うん、でまあ空いてる時間は家族使ってっていうのを繰り返して、うん、インスタとかでもね上げてるじゃん。そうですね。ボール蹴ったりとか。そうですね。はい。いや、早いなと思って、ボール蹴るの。はい。俺とかオフ全く蹴らなかったから。あ、本当ですか。じゃあ、いたこういう人です。フィジカルなのよ、俺。ああ、そういうことね。うん、俺は、あれ、フィジカルを維持じゃなくて向上させるみたいな。うん。オフに。はいはいはい。だから、そのスタートダッシュで、どっちかというと、あの、一番いいかもしれない。うん。いや、でもやっぱ、そういう選手だからこそ、長くやれたんだと思いますし、やっぱりずっと試合にも出続けてやってきたなと思うんですよ、うん、やっぱりだからそれで結果残せる選手っていうのがなぜなのかっていう見えないところをやっぱこういうところで発信してほしいっていうか、うん、しかも那須さんにしかできないと思うし、これは、うん、嬉しい。めちゃめちゃ嬉しい。嬉しい、本当に。めちゃめちゃ嬉しい。ありがとう、ごとく。いやいや、本当それで、で僕自身もやっぱこれを、うん、そのもちろん今これから入ってくるとか、これから入ったばっかの
プロの選手たちに伝えたいっていうのはもちろんあるんですけど、うん、じゃなくてやっぱりもっと伝えたいのはやっぱ中学生とか高校生とか、うん、やっぱりこうそういう意識を持ってプロにならなきゃいけないっていう予習みたいなのを、うん、今僕が伝えることによってできるんじゃないかって思うんですよ。いやそれの意識づけっていうのもすごく大事だと思うし、うん、でなんかそうやってこう意識を高くすることによって自分も向上できるし、うん、でプロに入った時にはそれが当たり前のようになってる、うんうん、そしたらやっぱり他の選手よりも一歩先行ってると思うし、うんうん、なんかサッカー選手はサッカーだけじゃないんだよっていうのをしっかり伝えたいなと思いますね、うんうんまあ、こういう選手だから取らせていただきたいってなったんだけどね。ありがたいです。絶対で本当にだって去年の時からずっと言ってましたもんね、うん、ヴィッセルはゴートクが来たから変わったみたいなこと、うん、本当に言ってましたからね。いやそれ辛いんですよね、それ言われると結構なんだかんだって いやだってね、そのやっぱプレイしてるのは選手たちだから、うんね、変わったのはやっぱり選手たちが変わったからと思うし、まあ、でもその一部の要因だけど向こうは、はい、でもこういうメンタリティとかさ、こう自然にこうピッチ内で言ってることと だかあれが多分チームを変えたんよ、うん、自然とやってることがもうその選手に火をつけるっていうかことができる選手だからゴーはね。そうっすね、うん、だから俺はもうやることはないと思ってやることはなくなったやめよう。那須さんの役割奪ってしまった返します、返します返します、那須さん。お疲れ様です。そうですね。お疲れ様です。あでもいつもこんぐらいやってます。まあ特にめちゃめちゃ負荷高いトレーニングしてるわけじゃないんで、まあやることは本当地味だから、その一歩ステップやったらその後ボンって上がるわけじゃなくて、なんか本当に見てたら一つ一つの筋肉を起こしていくみたいな。そうですね。はい、本当順序があってっていうところは、ね、まあもうこっちに任せて、うん、それに従ってやるって感じですけど。うん、だからこんなこだわれないよみんな。最後にやる気の問題だと思います。じゃあこの後は昼、この後はそうですね、昼撮って、うん、午後までの間に取材がいくつか入ってるんでそれこなして、うん、まあ、それもジムのこともちょっと紹介してもらってっていうのを踏まえて、はい、なるほど。やっぱりオフとはいえやっぱスターですね。いやいやナチュラルがかっこいいんじゃん。ムカつくけど。ムカつくけどかっこいいんじゃん。ムカつかないです。ね。那須さんから聞いたことあるんですもん。この後何件か取材入っててっていう言葉。残念ながら聞いたことない。俺忙しいからって逆に言ってほしいです。はい。じゃあ今16時です。はい。ここからまた午後のトレーニングが始まるということで、そこも密着させてもらいましょう。お願いします。お願いします。なんかこのチャンネルって結構ありがたいことに、うん、J リーガー結構見てくれてるじゃないですか。確かに。だからこういう風なのが、うん、J リーガーの方も見たら、うん、やっぱそれはそれで刺激を受けるかもしれないですね。受けると思うし、はい、やっぱここのね、毎回このステップの配置も結構きついんで、ね、やっぱどれだけ細部にこだわってやることが大切かっていうのを、うん、やっぱね、実際分かってこう実証してくれてるからさ。そうっすね。だからみんな本当にやっぱやってほしいというか、やるのが当たり前っていう彼はさ、はい、ね、ゴートクは、いやそれってそれすごいことだと思うね。うん、今の2個目触った時には右でチョンってやるっていう。でそのままちょっと抜けてもこう、上を。
すげえすげえ、全然落ちんやん。これ相当すごいことやってますね。とりあえず終わりました。お疲れ様でした。はい、素晴らしいです。素晴らしいですね。なんで脱いでんだって皆さん言わないでくださいね。言わないです。言わない。刺激されて筋トレしちゃったっていうね。そのしカットしてるんで変に触れられると編集で困るんですよ。そのし全部使ってないんで。オッケーオッケー、一生懸命やってた。午前と午後の2部のトレーニング、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。そもそもさ、ここはちなみにもうね、最初言ったけど、ゴーがね、やろうとして作ったジムなんだけど、何の意図でっていうか作ったの、このジム。まあ意図としては、うん、その、まあ、まず一番に、うん、その自分が都内で動けるところは作りたい、うん、で代表で活動した時は、うん、やっぱりその東京に来ることが仕事上多くて、うん、でもトレーニングしなきゃいけないっていう状態が多かったんで、うん、他の代表選手も同じ苦労してると思うから、うん、まあ自分が作って、うん、まあいろんな人に提供できたらなっていうのもあって、うん、でもう一つがその自分がドイツにいる頃に今までやってきたその体調管理っていうところ、うんうん、っていうのをやっぱりこのジムを作って、うん、いろんな人に提供したいって思って、うん、で一般の人にビジネスマンとか、うんまあ、主婦だとか、うん、わかんないですけど、いろんな形、まあ、小中高のサッカー目指してる子や、うん、そうじゃないスポーツの子、うん、で何が言いたいかっていうと、うん、そのどんな人に対しても、うん、その健康っていうのは、うん、一貫して同じ重要性を持ってると思ってるし、うん、でその自分の管理っていうのをすることによって自分の生活のクオリティが上がるっていう、はい、うん、それを、うん、自分がやってきたことと照らし合わせた時に、うん、誰にでもできて健康になれるってすごいいいじゃんって思って、うん、でそれをこう推奨してみんなの健康を自分が、手助けできたらなっていうのもあって、うん、それを一番に考えて、うん、作ったっていうのが実はあって、やっぱみんななりたい自分っていると思うんですよ、うんうんうん、まあ本当にこうスポーツやってないんだけど、うん、いい体を持ちたいって男性もいっぱいいると思うし、うんうね、女性だったら少し綺麗になりたいとか、うん、そういうところをその人とちゃんとヒアリングして、うん、でこっちがそれをフィードバックして、うん、それに基づいたトレーニング、食事で睡眠も見るし、うん、でいろんな形でこっちサポートできる、で提供してもらってるものもあるから、うん、だからその人に合ったその人だけのライフプランっていうのを俺らが作れるっていうところもあって、まあ、ライフパフォーマンスっていうところを名前もつけてやってるんですけど、なんか本当に気軽な気持ちで来てほしいっていうか、あ、全くこの外見と俺を想像しないで来てほしいっていうか、なんか本当にラフに自分を変えたいと思ってる人たちには来てもらいたいなって思いますね、うん、まあ多分柏原君と一緒に見せて、まあね、その理由が分かったわ。もうやっぱね、アスリート、一流のアスリートっていうかトップでやってる人たちはそれにいるなりの理由があるっていうのは、うん、うん、やってるからね、こうやって、うん、そのマインドっていうかさ、考え方がさ、うん、もうやって当たり前、やるのがスタンダードみたいな、うん、そこがもう大前提にあって、そこで何をその突き詰めてやるかみたいな、うん、細部にこだわってみたいな、やっぱそれがめっちゃ必要だってめっちゃ改めて感じたし、うんうん、まあ本当にこれからも頑張ってください、はい、今年の酒井豪徳期待です。で、はい、ちなみにこの後、はい、うん、スケジュールとしてはどんな感じなんですか。この後は、うん、もう一つ取材が、うん、入っていて、うん、その取材が終わった後に、うん、事務所の自分の所属事務所の方々とちょっとお食事に行くっていう形で、うん、なるほど、はい、で18日まで、うん、トレーニングはここで、うん、あ、ここでやって、はい、っていう感じで、とりあえずこのオフは過ごそうかなと思ってますね、うん、ここいいね、ここはもう立地がいいし、ね、今日もランチ本当フラット3分ヒルズの中入って食ったりとか、あ、そうなんだ、質が高いからすごいなんかいろいろできて、ここはいいなって思います。人に会うのもみんななんかあんまり苦労しないんですよ、あ、近いから行けるよって、はいはいはい、結構すぐフラット寄ってくれる人が多いんで、うん、もう本当になんか場所はいいかなって思いますね、うん、はい、まあこの酒井豪徳選手一日密着、まあ、この後はね、もう同行しないんですけど、はい、まあ、濃い一日っていうのが分かったんで、はい、今シーズンまた頑張ってください、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。